イート極道。俺の名前は牧村豊、大番組系今川組の若頭補佐だ。俺の家には部屋住みのヒロとカジが同居しているのだが、そのヒロのお母さんであるサナエさんが少し前に亡くなった。牧村さん、何見てんすか？サナエさんの事件の調書といっても現物じゃないけど、ヒロが聞いてきた話をまとめ直したやつだよ。サナエさんは結局薬のオーバードーズで救急搬送されたわけで、それは事故ってことで決着つきそうなんだ。そこ違和感あるんですか？いや、警察が調べて事故の可能性の方が高いっていうなら本当にそうなんだと思う。俺も最初は回転組や音焼き組の点を疑ったけど、あの二人というか三人というか、とにかく彼らがそれをするメリットがないんだよ。あとやっぱ彼らの気質に合わない気がする。かといってこのタイミングでって気もするし。調べます？いや、小塚が動いちゃダメだ。もしこれが離脱組の仕業じゃなくて、新海組長たちよりタチの悪い何かが水面下にいたなら、下手に動くと消されるよ。離脱組以外の勢力なんてあるんですか？そりゃあるでしょう。シンプルに柏木前若頭だって何考えてるか分かんないし、みんな忘れてるけどたい焼き組っていう組織ともこの間まで交渉してた。今離脱組の方に目が向いてるけど、こういう時こそ全方向を見ておかないと足元を救われるって言っても、早苗さんの件は優先が低いよ。ヒロには悪いけど。牧村さん、ヤクザっぽくなりましたね。ああ、それ一番言われたくないやつ。え、いやすか？ヤクザっぽくなったってなんか歯止めがない人みたいじゃん。牧村さん、合理的すぎるんすよね。それ周りから見ててあれなのしゃなくないすか？言っとくけど葛藤がないわけじゃないから、何かするときは一応悩んでるからね。まあいいけど、そんでさっきの話、俺の資産と会社の件。分かってます、それ全部引き受けますね。ありがとう、助かるよ。こっから先は俺も集中しなきゃだから。それから今頼んだ件が片付いたら、小塚は一旦牧野くんと一緒に出国して。出国？一時的でいいんだ。海外に逃げたって見せかけたいんだよ。一度出国しちゃえばその後はいくら暴力団でもそう簡単に追跡できない。小塚を狙ってる誰かがいたとしても、多分いるけど諦めざるを得ないんだ。それ帰国するなってことすか？違うよ、小塚が海外にいる間にこっちで安全な住まいを確保する。すぐ確保できなければ、しばらくは今日みたいにうちに泊まってもらうかもしれないけど、ここから先は小塚が必須だからね。あ、でももし降りたいとか組員辞めたいとか。いませんよ、言うわけないじゃないすか。俺今すげえ嬉しいっす。牧村さんに必要だって言ってもらえて。俺だけいつも蚊帳の外みたいな気がしてたから。そうやって守ってくれてんのはめちゃめちゃ分かってましたけど、巻き込んでくれた方が正直嬉しいっす。俺だってちゃんと覚悟決めてるんで。うん、うん、ごめん。今までは小塚だけはって思ってたけど、でも今回はもう小塚の手を借りないと俺だけじゃ戦えないんだ。謝んねえでください。言ったじゃないすか、めちゃくちゃ嬉しいって。俺はこの先もずっと牧村さんの弟分ですから。俺はあんたらの弟分ですよ。弟に隠し事ってのは良くないんじゃないですかね。弟だったら兄貴の行動にガタガタ抜かすな。大体お前はこっちの言うこと聞かねえから嫌なんだよ。親父もてめえに甘えしよう。ま、そこは仕方ねえわな。古谷は野口の親父と杯交わしてこっちの世界に入ってるからだ。先代に杯受けた俺らとは親父にとっても立ち位置が違うんだ。だがよ、だっ兄弟だの親子だの言う前に俺ら極道だろうが、下が上のすることに文句つけるんじゃねえ。すみません、この間からお二人が実動部隊みたいなことをしてるじゃないですか。それが俺は釈然としねんすよ。俺の足がこんなだから置いてかれてんすかね。治らなかったから下手な慰めは言わねえ。その通りだ。
お前は出所してすぐ回転組の金子に闇打ちされて足に障害が残ってる。何かあった時に走れねえ奴を連れて行けるか。だからって何もできねえわけじゃねえだろ。走れねえ分、親父が襲われた時にはお前が盾になれ。だいたい一生歩けねえって言われてたのをそこまで直したんだ。2、3年すりゃ走れるようになってるかもしれねえぞ。リハビリに精を出すんだな。その頃には構想終わってるかもしれねえじゃないですか。おい、何騒いでんだ。どう、すんません、起こしちまいましたか。いや、まだ起きてた。ずっと電話してたよ。ほら、もう寝るからお前らも適当に休めよ。今日は誰が起きてんだ。俺っす。焼きおにぎり冷凍したっから腹減ったら夕飯ん時の汁物に突っ込んで雑炊にして食え。鶏チャーシューもあるから物足りなかったらそれも食っちまっていい。お気遣いありがとうございます。お前ら俺がいねえとカップ麺ばっか食ってんだろ。大西も丹沢もいい年なんだからせめて週一にしろよ。体に悪いぞ。バカ野郎、てめえが騒ぐから親父に心配かけしまったじゃねえか。すんません。お前を置いてきはしたが、何があったかはちゃんと話してやるから、でけえ声出すんじゃねえぞ。しばらく前に捕まえた離脱組のガキ。うちの枝の組襲撃したやつですよね。てめえがやりすぎて、イカれちまったあのガキだよ。名前は何つったか。哲也ですよ。でもあいつ、喋れる程度には戻ったじゃないですか。バカ野郎、加減を考えろっつってんだ。こっちで話聞き出した後、本家連れてったが、ドン引きされたらしいぞ。その哲也に鉄砲玉やらせたんだよ。鉄砲玉？どこの誰をですか？こないだこっち出てって回転組についた後藤って組長だ。やつお気に入りのイメクラがあってな、そこ突っ込ませたんだ。じゃあ、哲也は離脱組の手に落ちた。それじゃ面白がねえだろう。哲也だってもともとは向こうの下なんだからよ。ただ返しただけになるじゃねえか。哲也はこっちが指示したホテルに逃げて3日潜伏しろって言ってある。わかりました。今からそこ行って俺が。座れ短気野郎。それじゃ生かしといた意味ねえだろうが。後藤をやった犯人を離脱組は躍起になって探すはずだ。だから教えてやったんだよ、居場所よ。ああ、そういうことっすか。関東技師会って組がある。これもつい先月、離脱組傘下に入ったばっかりだ。組長がまだ20代で、下は中途半端な三下しかいねえ。適当な半グレ数人抱えてどやってた頭の悪い組だ。もちろん金はねえし、力もねえ。弱肉強食の回転組の中じゃ、存在感を示すのに苦労してんだろう。構想中の内紛ってのは傷が広がりやすい。あしらさん、どう蹴りつけるかね。哲也、潜伏先ホテル。やった殺した。俺がやった。俺だ、俺が。これで俺も直参幹部だ。私、写真撮れ。証拠がいるだろうが。撮れろ、早く。回転組本部。後藤組長がやられたのは正直痛いですね。今後もしのぎが期待できる人だったんですが。チッ、あの野郎、くだらねえ取られ方しやがって。向こうの頭に跡目どうするか連絡させろ。それから後藤やったのは誰だ。どこの組のもんか分かってんのか。監視カメラで確認しました。顔からヒットマンの素性は特定できたようです。相手が分かってんなら返しだ。今日中にやれ。それがそういうわけにもいかないんですよ。ああ、先日大番組の枝の組織を襲撃した一団いましたよね。うちが金を出した。ああ、あれは面白かったな。向こうの組一つ潰せたしよ。それがどうした。その時何人か帰ってこなかったのがいたんですが、仲間は逃げたと認識していたそうなんです。おい、それは。今回後藤氏への鉄砲玉をやらされたのがその中の一人、哲也という人物だったそうです。
くそ、こっちの兵隊かよ。おかしな薬でも盛られたか、何かをネタに脅されたか、あるいはその両方か。とにかく今回の実行犯がもともとこちらの人間だったということは間違いありません。その哲也ってのはどこだ。死体が出てねえってことは生きてんだろ。どういう経緯で鉄砲玉をやらされたかにもよりますが、おそらくは。とはいえ始末される可能性は高いでしょう。警察にでも駆け込まれれば厄介ですから。そもそもこういう再利用は珍しい。こういう手法を使うのは野口の兵隊どもか。くそ、一度は潰したはずなのに復活しやがったか。徹夜の居場所をつかめ。どんな手使ってもいい。生きて目の前に連れてこい。失礼します。今新海組長にお目通り願いたいというものが。な場合じゃねえ、日を改めさせろ。それが後藤組長を襲ったヒットマンを殺したと。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。